すいません、幹事社の毎日新聞です。大きく2点お願いします。まずは昨日ですね、甘利大臣が金銭授受問題を受けて辞任されましたけれども、今後の政権運営やですね、TPP 関連法案の審議、あるいはアベノミクスに与える影響をどう見てらっしゃるか、受け止めお願いします。まず TPP の交渉、そして、アベノミクスの推進役として、大変活躍されてきた方でありまして、非常に残念に思っております。2月4日に予定されてます TPP の署名がありますが、その後速やかに TPP 協定と関連法案を国会に提出をして承認を求めていきたいと思っておりますし、石原新大臣を政府一丸となって支えて、TPP の早期発効に向けて、尽力をしていきたいというふうに考えております。政治と金の問題でですね、重要閣僚が辞任するということで、この政権運営の打撃についてはあるのかどうか、どう見てらっしゃいますか。甘利大臣はご自身にかかることについて違法なことは一切ないけれども、秘書や事務所に対する監督責任、これあり、また国政に停滞をもたらしてはならないということで、辞任したというふうに聞いておりまして、やはりそういったことからですね、全力でこの国会に向けて取り組んでいきたいと、こういうふうに思っております。すみません。じゃあ続いてなんですけれども、関西電力の高浜原発3号機が本日午後再稼働する予定ですけれども、再稼働の意義も含めて改めて受け止めをお願いします。本日午後ご指摘の高浜原発3号機が原子炉起動をする予定であることは承知しておりまして、再稼働に向けたこれは最終段階でございまして。現在も原子力委員会によって、検査が厳粛に進められているということでありますので、それを期待しておりますが、関西電力が安全第一をもって、対応するように、期待しておるところでございます。あと再稼働とその自由化、電力自由化との関係でいうと、今後発電コストの安い原発の再稼働が広がるとですね、価格競争で新電力は不利にもなりかねないかと思うんですけれども、この点の対応についてどのように考えていらっしゃるか、お聞かせください。やはり再稼働そのものがですね、発電コストを押し下げるという効果がありまして、今指摘されました新電力の競争環境に一定程度の影響する可能性があるというふうに思っておりますけれども、その辺は織り込み済みといったらあれですけれども、見込んでいるものでございまして、小売電気事業者の競争は価格ももちろんですけれども、サービスも含めてですね、いろいろ対応していくということで今取り組んでいるわけでございまして、例えばガスと通信、あるいはケーブルテレビ、旅行プランなどこうセットした割引だとかですね、あるいはその水回りなどの駆けつけサービスだとか、高齢者の見守りサービスだとか、いろんなアイデアが出されておりまして、そういったものがこれから価格イコールサービスということの中でですね、いろいろと競争していく中でですね、一概にその原発の再稼働が新電力に不利になるということは言えないんではないかと、と申しますのは、やっぱりその原発の価格も電力もあれば、再稼働再生エネルギーもあれば、火力の何かもありまして、そういったものを含めていろいろ価格もサービスも
提供競争していくというふうに考えておるところでございますので、一概には言い切れないんではないかというふうに今見ているところでございます。あと最後の一点、その原発で作った電気を卸取引所に卸して、供給するというような案もありますけれども、それについてはいかがでしょうか。原発で作った電気を卸取引所に供給して、新電力とかも使ってもらうというような案もあるかと思うんですけれども、これについてはいかがでしょうか。これからいろいろなその組み合わせというか、アイデアというか、そういう提案というかですね、そういったものが出されると思いますので、混乱がないようによく見極めていきたいなと思っています。幹事社から以上です。各社お願いします。NHK の澤田と申します。まず2つありまして、1つ目が再稼働の関連なんですけれども、改めての質問なんですけれども、現状ではその再稼働の地元同意という制度はないと思うんですけれども、その立地自治体の周辺にある自治体からも、その自分たちからも同意を取り付けるべきだという要望は引き続き根強いんだと思います。で、改めて国としてその新しいそういう法制度の新設とかですね、踏み込んだ対応をする考えというのはありませんか。先般もその件でちょっとお話ししたと思うんですけども、法令上ではその再稼働の要件が地元自治体の同意ということではないんですけども、なくてもですね、丁寧にその関係自治体、周辺自治体には今までいろんなその説明をきめ細かくしてきたところでございまして、この高浜原発の再稼働にあたってもですね、周辺自治体にはですね、関係省庁の担当が出向いて、国の方針やら対応やら、各地の実情や要望にきめ細かく対応してきた、そしてまた理解活動を行ってきたわけで、ございます。例えば高浜に関しましては、京都市の舞鶴、あるいは綾部、宮津だとか福知山だとか、そういった周辺の自治体にもですね、丁寧に説明を、話をまた聞いてきたわけでありまして、そういった取り組みを通じて周辺自治体にもですね、理解が着実に深まってきているものというふうに認識をしているところでありまして、そうは言ってもこの理解活動にはいつも言っているように終わりはございませんで、今後とも立地自治体など関係者とよく連絡を取って、その要望に耳を傾けながら丁寧に対応していきたいと思っています。もう一点は官民ファンドの産業革新機構 の、 そのシャープ再建に向けたその対応についてなんですけれども、このところその欧米のメディアの方からですね、官の行き過ぎた介入だとか、あるいはこう日本経済の閉鎖性を示している、なかなか手厳しい報道が出てますけれども、そういう私自身も高飛車なその欧米のメディアの論調を額面通り受け取っているわけじゃないんですけれども、国としてはどんなふうに反応なさいますか。いろいろ報道がなされていることは認識してるんですけども、今指摘されたように関係者から具体的なこのものがあったわけじゃないのでですね、個々の問題にそのコメントするのは差し控えたいなと思っております。今おっしゃられた国が必要に勧誘しているんじゃないかということに対しては、そういう認識は持っていないところでございます。その関連でそのアベノミクスの一つの柱というのはやっぱり海外からの投資をどれだけこう呼び込むかということだと思うんですけれども、そのでもそういう欧米メディアの報道って今続いている中で、海外の投資が減らないようにする、そのためには国ももっと納得できるような説明を、もうマーケットの時代なんですから、もうすぐにも対応していくべきという考えはありませんか。いや、それは個々の中でですね、その対応はしているというふうに思っていますけれども、今シャープの問題はその個人の個々の企業なもんですから、それ以上立ち入ったですねコメントは差し控えたいなと思っています。
フリーランス記者の上出と申します。甘利大臣の辞任の影響についてあの点お伺いしたいと思います。これから の, 経済運営に対しての影響は、いろいろ大きいという点先ほどおっしゃいました。でもう一つ政治と金で国民からの支持が高まっていて、昔我々、若い人によく聞いたんですが、いろんなところでの金が動いているという噂がほぼほぼ流れていました。やっぱり同じように今も市長も含めてああいう金のやり手があるんだというような声が出ています。あんまり大臣だけじゃなくて他の方たちも含めてそういうその市長の方の資質について総点検とかそういうことの必要もあるかと思うんですが、その辺について大臣としてはどのように今後のその金と、ヘイト金の問題の資質に対しての対応されるお考えでございましょうか。やはり、それは政治資金規正法に基づいて、政治家が責任を持ってですね対処対応すべき問題だというふうに思っておりまして、甘利大臣に関してもやっぱり秘書に対する監督不行き届きみたいなことから責任を感じて、対応したというふうに理解をしております。毎日新聞の高山です。気候が関わる、シャープの支援に関連してのお話なんですけれども、補社の話という意味ではなく、その電気業界における液晶事業とかあと白物家電っていうものに、成長性とか革新性といったものがあるからあると判断しているから革新機構が検討されているんだと思うんですが、大臣としてはそういった液晶とか白物家電といった分野にのどんなところに成長性や革新性といったものがあるとお考えか、大臣のお考えを教えてください。一般論として申し上げれば、革新機構はそのオープンイノベーションを促進するという目的にその照らし合わせればですね、特定の技術の海外リリースを防止をする目的として投資を行うということではないわけでございまして、やはりそういうものをそのむしろ生かすというための機構だというふうに思っておりまして、やはりそういう何て言うんですかね、故意にそういうものを救済するということじゃなくて、むしろそのそういう技術を生かすというためにいろいろと革新機構が投資を行うということだろうというふうに認識しています。ごめんなさい、故意に救済するつもりはないっていうのは分かるんですけど、その液晶とか白物っていうのがどういう部分でそのなんて言うんでしょうね、すごいものだから国がちゃんと国の機構が投資していく価値があるって思われているのかなというところを伺いたいなと思ったんですけど、私専門家じゃないのでですね分かりませんけれども、液晶部分は相当進んでると世界においてもですね、我が国がですから、そういった進んだ技術に関してはどんどん伸ばしていきたい、進めていきたいということが基本だろうと前提にあるんじゃないかというふうに思ってまして、そこを生かすために機構が力を入れていくというふうに理解をしているところです。白物はどう思われ、白物家電というのはどう考えたらいいんですかね。私も水服はその競争の世界ですから、そこは各社が競争する中で、一緒に、合体した方が有利だとか有利じゃないとかはですね、各個々の企業の判断ではないんだろうかというふうに思っています。東京新聞の吉田です。またちょっと後者の話で恐縮なんですけど、先日トヨタとスズキの業務提携という報道が出ました。まだ報道ベースではあるんですけれども、日本の成長戦略上も注目される動きだと思うので、経産省としてはどうこう把握されているかということと、もしも大臣の受け止めがあればお願いします。報道では目にしましたけれども、具体的に何も
聞いていませんのでですね、じゃどこまでがどうなのかっていうこと分かりませんので、ちょっとコメントは控えたいと思っています。朝日新聞の川田と申します。高浜の再稼働に関係して、高浜3号館フルサーマル発電なんですけれども、そのサイクル製作所の技術を教えてください。サイクル製作所の技術系フルサーマル、はい、高浜の原発3号機は、MOX 燃料を使用するのを予定しているわけでありまして、プルサーマルの推進、そして強いては核燃料サイクルの推進という観点から、非常に意義があるものというふうに考えておりまして、関西電力が安全第一に対応することは当然ですけれども、原子力規制委員会によって検査が厳格に進められることを今期待しているところでございます。そういう意味ではこれから注目して見守っていきたいなと思っています。産経新聞の方です。同じ高浜の関係なんですが、再稼働をして関連が来年度の早いうちに値下げに踏み切るという話をいただいていますが、再稼働の動きが高止まりしている電気料金の値下げにこうつながっていくことへの効果についてどう捉えていらっしゃるのかお願いします。関西電力は昨年2度目の値上げに際してですね、再稼働時の時の速やかな料金値下げが条件付けられておりまして、今般の高浜原発の再稼働後に料金を値下げすべく、具体的な検討を行っているものというふうに承知しておりまして、値下げ幅については関連において検討中というふうに認識しておりまして、その下げ幅はちょっと承知していないところでございます。その再稼働から値下げに向けた動きが、関連だけではなくて全国的に最後みたいな感じもしていると思うんですけれども、その日本 の, その電気料金の値下げにこうつながっていくことに対する認識というのはいかがでしょうか。ここはこれから再稼働がどこでどれだけこう認められて動くのかということが今現在まだ分かりませんので、そしてまたその各電力会社によって一度しか上げてないで頑張っているというところもあるし、二度上げて再稼働したら値下げするというふうな関連の例もありますしですね、個々にいろいろと事情が違ってくると思いますので、その都度再稼働が認められて動き出すという時点で、その電力会社事情とよく照らし合わせて対応してもらえればというふうに思います。日経新聞に一件、浜田大臣の後任として石原新大臣が就任されましたが、石原さん、党の方では党の税調ではどちらかというと財政規律を重視したスタンスを取られていたかと思うんですが、一方で浜田さんのこれまでやってこられたインフレ派といいますか、税調戦略重視といったその経済政策全般の旗振り役として、今後その石原新大臣もですね、これまでのスタンスと齟齬は発生しないのでしょうか。そう思います。というのは、今日も閣議後のご挨拶でですね、甘利前大臣が進めてこられたアベノミクス並びに、この TPP 大筋合意に対するご努力には本当に大したものだと、で、これを継承してきちっと進めてまいりたいというようなお話でございましたので、そのように進められるものというふうに理解しています。